覇道を行く曹操は着実に領土を拡大し漢中を平定。曹操に敗れた馬超宝徳らは漢中の長老のもとに身を寄せる。やがて馬超は長老の命を受け益州を援とする劉備軍と対峙。この戦で劉備の志に共感した馬超は劉備軍に身を投じた。一方宝徳はそのまま長老軍に残る。己の身を定めるべき場所は劉備のもとにあらず、彼は一人静かに次なる戦を待った。そして漢中の要衝陽平館に曹操の大軍が襲来する。死の魂は再び覇道と開港することとなった。義軍に比べれば我らは小勢、些細な隙も疲れれば命取りとなろう。さらに信じがたいことに我が軍の中に裏切り者がいるとの噂がある。なんと、まさかそのようなことが。私もただの噂であると思いたい。しかし十分に注意せよ。わかり申した。この宝黎明、長老殿のため力を尽くさん。義軍を押し返せ。傭兵館に近づけるな。今は漢中の使として宝黎明、いざ参る。私の知略に勝てると思いか。兵糧庫を狙う敵兵がいるとのこと。このままでは兵糧がなくては戦は成り立たぬ。絶対に死守するのだ。今が好機、ただひたすらに突き進むのだ。これだ、魔人芸か。何だ、死の道を突き進むのだ。おめえ強そうだな。けどよ、おいらも曹操様のため魔人芸か。この道ひたすら注意なし。それがしの主なんだ。しまいだ、魔人劇。そうそうそうだ、おい魔人劇決めてだよ。いいね、敵将宝黎明が討ち取った。おお、巨長を破る者がおるとは。見事な武の持ち主よの。さあ俺と勝負だ。開けましょう。魔人劇。
らの弱所をついてきて、まさか味方に手引きしているもの。我が知役に勝とうなど、風原遺体は
間引き、次の策を講じねばな。一つ質問。わしのもとまで迫るとはな。その分飛行の胸の内、それがしには計りかねず、いざ人間で語り合わん。見事なグリル、長炉の下で漏れさせるには惜しい。覚悟召されよ。今頃楊将は裏切り者は報徳殿だと吹聴しているだろう。自らの保身のためにね。なんと、敵と通じていたのは楊将殿であったか。ってことで報徳殿、あんたにはもう戻る場所はない。うん、報徳よ、わしのもとに来い。今はお主、精が出るな。それがしは新参者ゆえ、武を磨き信を得ねば。傭兵館から何年経ったと思っている。もうお前を新参者扱いする将はおらん。それはありがたきこと、初心を忘れぬつもりであったが。こいつなど最初からそんなものはないわ。あの時角殿の策にはまり、それがしの命は曹操殿の手中にあった。それがしは曹操殿に命を救われて新たな道を歩めたのだ。この恩義、命を懸けて返上するのみ。私も居場所を失い、曹操殿に救われた一人です。報徳殿とは目的は違いますが、初心を忘れず精一杯この国にお仕えします。角殿、報徳殿、大井殿、殿は行く先々で有能な将を集めてこられ、自分たちも古参としてうかうかしておれんな、加工殿。違いない。これは参ったね。先の世は見えない。だからこそひたすらに進むのだ。